iPhone6S ブラインドテスト、はい、手出してください。金色のがあれですね。iPhone6 ですね。こっちが S ですね。重さは違うんでしょうか。あ、もう分かったかもしれない。分かった。こっちが S じゃない。当たり。いや、普通にこっちが重いっす。あ、これ重い。でも若干、多分これ普段使いだとそんなに気にならないのでは。7000番台の手触りだとかそういう話じゃない。このしっとり感はみたいな。あ、このしっとり感7000ですね。でもローズゴールドいいね。いいですね、かわいい。編集続きは iPhone6 と iPhone6S のどっちが、S なのかのブラインドテストを引き続きやります。今度は編集長がやります。じゃあ、はい、やりますね。シャクシャクシャク。はい、わかるかな、わかるかな。お、これ本当微妙な差じゃない。微妙な差だけど多分ね、わかるんじゃないかな。どうですかね。こっちが S です。目開けて。あー、ダメ。あれ。ガジェット愛が試される。大丈夫です、任せてください。おお、 6S で。おお、あ、もうこれ明らかにこっちなんですか。おお、なんか乗った瞬間こっちの方が重いな。ただ比べなきゃ絶対わかんないですけどね。比べなきゃわかんないですけど、乗った瞬間の重みもこっちですね。4対2。4対2。4対2か。4対2ですね。まあでも、分かる人には分かる差がある。分かる人には分かる。多分プラスになるとまたちょっと違うのかもしれないけど、差が開く。まあ6に関しては、まあ、分かる人は分かるけど、分かんない人は分かんないんじゃないくらいの感じで。分かんなかった。分かんなかった。はい、というわけで、ブラインドテストでした。イエーイ。